よし、みんな寝てるな。まさかお父さん以外で初めて見るのが自分のとは。おお、小林さん、お帰りなさい。もう、遅くなるなら言ってくださいよ。あ、うん、ごめん。どうしました、小林さん。顔真っ赤ですよ。え？あ、風邪ですかね。大丈夫だよ。ほう。え、なんで？なんでこんなトールにドキドキするんだ？もしかして私、トールに浴場してる？とにかく服着て。はーい。小林、お前が男になってしまえばすぐにその本性を表すはずだ。さあ見せてみろ、人間の浅さを。とか思ってんだろうな。